はい、こんにちは。今日はですね、一緒に、背中のトレーニング、合トレしましょうということでね。はい。まあ、前回胸とね、肩とね、やってきたんですけどね。はい。また今日は背中バージョンということでね。また皆さんね、お付き合いいただければなと思います。はい。で、今日はまあ、家で背中のトレーニングするときに、まあ、とりあえずこの種目、2種目やっとけっていうのをね、やってみたいと思います。まあ、それやっとけば、まあ、背中のね、こう、広がり的な話、上部の広がりとかね、広がりと、あとこの背中のボコボコ感もね、厚みですね。もう両方つけることができるというね、この2種目に凝縮されている、トレーニングでございますので、と言いながらも非常にシンプルな種目でやります。はい。もう、言わずもがな、筋肉ですね。懸垂。懸垂と、あと、まあ、バーベルのベントバローイングとかもね、やりたかったんですけど、まあ今日は自宅でね、皆さんがなるべくやりやすいということで、まあダンベル、バーベルもダンベル持ってる方の方が多いのかなと思うので、ダンベルを使ったワンハンドローイングですね。バーベルの場合はね、高重量が使えるのでね、それはそれでメリットあるんですけどね。ワンハンドの方が、まあ、可動域は非常に広い、種目であるので、はい。今日はね、それをやってみたいと思います。で、じゃあ、チンニングはですね、4セット行います。で、ワイドが2セットと、ナローが、逆手ですね。逆手ナローが2セット。はい。で、2種目目として、ワンハンドローで、こちら6セットやります。ワンハンドローについては、上部狙いですね。背中の上部狙いと背中も下部狙い、はい、を2セットずつ。で、最後、ツーハンドで、ね、ツーハンドのこのベントバローイングで締めたいと思います。で、インターバルについては、チンニングについてはね、3分ほど行きましょう。はい。回復なかなかしないので。で、ワンハンドローについては、各インターバルは2分で、行きましょう。まあ、2分やらないかな。ワンハンドローイングについては、まあ、片っぽやってんで片一方休まるのでね。1分で行きましょう。で、最後の2ハンドだけ2分取りましょうね。はい。ではね、今からやっていきましょう。はい。まず、チンニング、ワイドグリップです。1セットで行きます。限界まで追い込みましょう。で、まあ、可能な限りね、ボトムまで下ろして、ストレッチ効かす方がいいんですけれども、まあ、そこはね、皆さんの力量に合わせてね、ここまで下げれない人はもうここぐらいまででいいと思います。はい。で、手幅も、上級者の方はね、できるだけ広げる形で、で、無理な方はもう狭いスタンスで、いいと思います。自分ができる範囲でね、やっていただけるとね、いいと思います。で、まずワイドグリップ、いきます。終了です。はい。インターバルね、本当はもうサクサク行きたいんですけどね、今から3分取ります。はい。まあチンニングね、ラットプルとかだと、まあ、重量ね下げたりして回数できるんですけど、まあ、チンニングの場合はね、どうしても自重なので体重変わらないので、はい、もう強度そのままということになるので、インターバルね、やっぱ1分2分じゃね、なかなか回復しきらないですね。で、やはりトレーニングのね、1セット1セットの総負荷量っていうんですかね、強度かける回数が総負荷量になるんですけど、そういったものをね、高めていく必要がね、あるので、あんまりインターバルが短すぎると、まあ、強度は変わらないんですけどね、回数ができないので、ということは全体の総負荷量っていうのはね、確保できないですよね。ですので、まあできるだけインターバルをね、持って、で、1セットをね、しっかりこう、パフォーマンスをね、発揮できるような形でね、やっていきたいもんですね。はい。まあインターバル、短い場合って、まあ、短いのは短いのでね、まあ成長ホルモンとか非常に分泌されやすいので、ダイエット効果はね、
あると思いますので、いいんですけど、やはり純粋に筋肉をつけていきたいっていうね、筋量アップを測っていきたいときは、やはりね、しっかりインターバルとってね、1セットね、ちゃんと重量と回数をね、しっかりこなしていくっていうのがね、大事だと思ってます。はい、このね、ワイドグリップね、非常に強度高いです。強度高いので自分はね、1種目に持ってくることが多いです。はい、で自分の相方によって強度がね、いくら強度を調節できるんですよね。しっかり胸張って、しっかりボトムまで落として可動域をね、最大まで取ってやると非常に強度が上がりますし、それをね、ちょっとこう、可動域をね、そこまで下ろさないでやるとかね、反動を使ったりすると強度が落ちますしね、それで回数狙うのかとかね、その辺はいくらでもね、可動域、可動域、強度、負荷っていうのを調整できるのでね、自重はね、非常に、奥が深いと思います。それではね、もうそうですね、10秒前でございます。はい、皆さん、2セット目ね、ワイドね、これ2セットなんで、ラサストセットなんでね、出し尽くしましょうね。はい、では2セット目いきます。限界まで、で上がらなくなったから、そこからね、上がるところの範囲でね、粘ります。それすることで非常に追い込みますのでね、それではいきましょう。はい、お疲れ様です。2セット終了です。3分インターバル取ってね、次じゃあ、逆手の方行きますのでね。はい、最後ね、ちょっと粘りましたけどね、最後のこの上がらなくなってからのここだけのね、粘り、はい、これをね、ラスト、限界来てから 2,3 レップ入れるだけでね、非常にね、追い込みますよ。もう上がらなくていいですよ。もう上がるところまでこう行ってキープして、そっからまた下ろしていく、でまたこう上げて、だんだんね、上がる高さで、ね、下がってきますけどね、それでいいんです。はい、ここにね、非常に刺激入りますから。ということは、ここが発達するということは、ね、上が大きくなるので、V シェイプがね、際立つわけですよね。まあ、後ろからのね、見た目もね、当然ながら、前からのね、ここ大きくなると、こう見えるんですね。やはり大胸筋だけだと、この部分だけなのでね、こうやったときも、でかいけど、ズーンとなるんですね。ここの枠の下のこの部分を鍛えてやるとね、非常にこの上半身がでかく見えますのでね、はい、ぜひぜひね、やってみよう。はい、皆さん、しっかりね、水分補給しながらやってくださいね。自分大体トレーニングの時、水1リットル、BCAA ですけどね、BCAA と、マルトデキストリン混ぜたものを、1リットルぐらい飲むのかな。はい、でも終わってからすぐプロテイン飲むんですけど、こんな感じでやってます。やっぱ飲まないとね、力出ないですからね。やっぱ水分っていうのが一番最大のトレーニングの効果っていうんですかね、はい、トレーニングのこの頑張れる力になる源、エネルギー源になりますのでね、しっかり水分をとっていきましょう。はい、じゃあ次はね、逆手でいきますね。
手で、手幅は、自分肩幅でちょっと狭いぐらいですね。で、厳しい方はもっと狭めてもいいと思います。で、可動域もね、先ほど言いました通り、その人のね、レベルに合わせてやってください。もう自分はね、完全フルレンジのフルストレッチでいきたいと思います。それではいきます。逆手の1セット目です。しっかりバーを胸でバーまで胸を引きつけましょう。はい、それでいきます。はい、じゃあ3分休憩します。もうワイドのチンニングでね、かなり背中追い込まれてるので、逆でね、きついですね。ただ、ね、やはり回数的には、ワイドの方が、ね、逆手でやるよりも回数こなせないので、できるだけやっぱ1種目目にね、ワイドがね持っていきたいですね。多分1種目目にね、逆手持ってくるとね、結構回数できると思います。まあそこはね、まあ自分はそうしてるだけでね、人に合わせてね、目的に合わせてね、メニューは組んでもらえたらいいと思うんですけどね。まあ自分としてはそっちの方がおすすめですかね。はい、でこれナローグリップでねやるんですけど、まあできるだけねグリップね、広げた方がこう広背筋、ストレッチもかかってね、刺激も大きいんですけどね。まあなんせやっぱ手首がね、下ろすときね、手首痛めたやすいので、まあそこは、自分の、手首の関節のね、柔軟性とかに合わせてね、やってもらえるといいと思います。まあ以前紹介したね、アングル19っていうね、グリップ使ってね、それぶら下げてやるっていうのもね、ありだと思いますけど、はい、あと1分ぐらいですね。インターバル1分ぐらい、でインターバルの時にね、イメージトレーニングって結構いいらしいですよ。まあスポーツの世界何でもそうですけど、こうトレーニングのねフォームとかをこう目をつぶってね、うまいとのフォームとかっていうのを思い浮かべながらね、イメージトレーニングして次のセットに挑むっていうね。まあベンチプレスにしてもこうフォーム確認しながら、この重量を上げている自分を想像するとかね、まあ、そういったイメージトレーニングってね、結構いいらしいです。はい、まあ、自分の方で喋りながらなんでね、そうできないですけどね、そういったのもなんか、効果としてはね、あるんですけど、はい。それではね、チンニング4セット目になりますね。最終セットいきますね。皆さん出し尽くしましょう。で、限界来たらね、粘りますよ。この粘り、粘れるほどやはり追い込みますので、いきます。はい、お疲れ様です。はい、1種目あっという間ですね。もうでも4種目です、4セットですけど、もうちょっと背中やばいぐらいパンパンになってきました。はい、では次行きましょう。続いてワンハンドローイングですね。
はい。で、ワンハンドローイングは、上を狙いと下狙い、各2セットずつ行いますが、さっきね、軽い重量でウォーミングアップしましょうかね。自分はメインセット、上部のやつは 27.5kg で、下部狙いは 42.5kg でいきたいと思います。まず、はい、もうちょっとこの8球でフォームチェック兼ねてね、はい。まあ、上部狙いは脇をこう開く感じですね。脇を開いて、肩の方に上げる感じですね。で、胸はそんなに張らなくていいです。こう自然体でちょっと軽く猫背なるぐらいでいいです。で、脇を開いてこういう感じですね。で、ダンベルの動きとしてはちょっとこう内旋させる形になります。で、腕で上げるのではなく肘を上げていく、肩の、ね、高さはなるべく変えずにこう肘を上げていく感じですね。こんな感じです。ウォーミングアップからちょっと解説もさせてもらってます。こんな感じですね。腕を内旋させながら肩の方に上げていく、これ上部狙いです。はい。で、次が下部狙い。下部狙いについては今度はこう肘をこの腰の位置ですね、腰の位置に肘を引いていく感じです。で、上げるときは今度は胸を張って上げます。こういうこんな感じでね。で、胸を張るということは視線は前の方を向く、はい、下向いてるとどうしても猫背になっちゃうんで、前の方を向きながらここをぐっと腰椎に沿って脊柱起立を固めながらぐっとこう引き締めていく、この辺も全部引き締めていくんですね。引き締めながらこう引っ張りですね、肘を腰の横ぐらいに引いていく感じで、ダンベルはこの場合はね、結構、内旋で外旋ですね。外旋させながら、こう、引く感じですね。はい。で、下部の方にね、入りやすくなりますので、ね、もうウォーミングアップ感じでやってますね。こんな感じで。こんな感じですね。はい。それではね、1セット目いきたいと思います。ここね、インターバル短いのでね、サクサクいきましょう。では、上部狙いのワンハンドロー、休憩します。まあ回数としては先ほど12発やりましたけど、まあ10発から12発ぐらいのね、限界迎える重量で良いと思います。ちょっと自分はちょっとまあ軽いかなって感じですけどね、もう32キロぐらいにしてもよかったのかなという気はするんですけど、まあ、そこはね、まあ、自分の重量設定をね、見つけてください。まあ、万一この、軽すぎる場合、でも、まあ、せっかくやってるんやったら、もうね、
12回まだまだやれるんだ、限界までねやったらいいと思います。理想としてはまあ18から12ぐらいで限界を迎えるような重要設定ですね。はい、それでは2セット目いきます。お疲れ様です。ワンハンドローきついですね。さあ次は株狙いになりますので、ちょっと重量をね、上げてください。まあ、インターバル1分って言いましたけど、プレート変える時間があるので、まあ2分かぐらいになるんですかね。2分か3分ぐらいになると思いますけど、はい、プレート付け替えタイムということで、この家トレだとプレート付け替えるのがね面倒なのが、まあ仕方がないですね。このなんかアジャスタブル機能付きのねダンベルとかあればいいんですけど、あのなかなか高いんですよね。高いし今どうなんですかね、結構品切れとかにもなってるんでしょうかね。はい、まあ、あれやると非常にね、狭いスペースでも効率よくね、収納もいいですしね。で、まあ、肩トレとかね、プレスやって、レイズとか、明らかに重量って違うのでね、そういった時にすぐパパって、ね、切り替えられるのは非常にいいですよね。はい、よし、それでは3セット目いきます。3セット目については、カム狙いということで、はい、しっかり胸張って引く。胸張って腰の横ぐらいに引いていく形でね、いきます。これも、8から12ぐらいでね、いきます。インターバル取りましょう。まあ、1分きついですね。筋力的というよりも心肺機能的にきついな。このこっちの方は重量も重いし腰の負担もねかかりますからね。株狙いの時は、上狙いの時はね腰はそんなに負担かからないですけど、その分
カモにね負荷がいってるということなんでしょうけど、はあ、いや、インターバルねもう1分でいっちゃいますけど、きつい方は一時停止をしてください、はい、もう全く回数こなせないと思ったら意味がないので、それでは、ワンハンドの3セット目なんですね、4セット目ですね、はい、株狙いは2セット目ではいきます。休憩になるのかなと思います。はい、僕自分は重量をちょっと落として、27.5 を2ハンドでこのような形にします。もうラストはできるだけストリクトに、引き切ったところね、ギリギリ深くね、なるべく引き切って、でそこでこうギュッと収縮させたいので、重量はね、これほど重い重量には行わないです。で、先ほどのね、ワンハンドローは、まあ、こうストレッチもね、かけたかったので、ね、結構重めにして、で、ハンドもちょっと使いながらね、行いました。はい。じゃあちょっとあと、30秒ぐらい休みましょうかね。で、ツーハンドね。まあ、ツーハンドは、普通にダンベルでね、バーベルベントオーバーローイングやるのと、これ同じだと考えてください。ベントオーバー、斜めて、こうですね。ダンベル持って、グッとね。で、バーベルよりもね、深く引けるので、できるだけこう深く持っていきましょう。ギュッと、ここをギュッとこうね、締めてフィニッシュするようなね形でいきたいですね。はい、腰がきつい、腰が。はい、で休憩してください。2分休憩しましょう。はあ、まあバーベルの場合ね、重量プレートをつけて結構反動も使いやすいし、高重量扱えないんですけど、やっぱバーなのでね、ここで止まっちゃうんですよね、引けないですよね、あまりね。その点ダンベルだとね、ぐぐぐっと奥まで引けるんでね、
せっかくダンベルで、のメリットね、可動域を確保できるっていうメリットがありますね。ダンベルでやるときはそこを生かすような形でねやりたいですね。ちょっと見栄え的な話でねベルトを外したんですけど、ちょっときつかったです。まあでもあと1節なんでもうこのままいたいと思います。はい、それでは最終セットになります。はい、出し尽くしましょう。きつい、ね、はい、お疲れ様でした。どうだったですかね。はい、以上ね、一緒に背中のトレーニングやりましょうということでね、今日はでもまだセット数、種目数的にね、そんなに多くなかったので、どちらかというと、上級者の方にはね、ちょっと物足りないのかなっていうね、気はしますけれど。まあでも、集中してね、行ったら、短時間でもね、結構、長時間やるとほとんど変わらないぐらいのね、効果があるらしいのでね。はい。結局なんか同じところ何セット何セットやっても、まあ、ある程度のレベルからはね、まあ、あまり効果がこんな感じになるみたいなんで、まあ、効率よく鍛えていくっていうのであれば、やっぱり短時間でね、スパッとね、終わらせる、集中して終わらせるっていうのはね、一番効率がいい。まあ、筋トレにね、時間いくらでも費やせるよって人だったらね、セット数ね、どんどんやったらいいと思うんですけどね。まあ、なかなか、ね、家庭なり仕事なりね、いろいろ忙しい方ということはほとんどだと思うので、こういう効率の良いね、トレーニングを心がけてね、いけたら、いいですよね。はい。以上ね、まあ、時間的にはどれぐらいですか。まあ、30分経ってないですよね。はい。30分経ってない中でね、これだけ追い込めたらね、で、結構背中もね、全体網羅できてると思うのでね、はい、もう闇雲にね、セット数、種目数重ねればいいというわけではね、ないと思いますのでね、はい、しっかりしっかりその種目をね、大事にね、やっていけばいいと思います。はい、また、はい、まあ、いろんなリクエストがあればね、こういった動画もね、どんどん作っていきたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いします。では。